Hello, it's me. ノースストリーム2はデンマークを迂回する。ノースストリーム2パイプラインはデンマークの領海を通過しません。ガスパイプライン建設の運営会社であるノードストリーム2 AG 社はバルト海のデンマークの領海のボーンホルム島近くにパイプラインを敷設するための申請書を取り下げました。以前ロシアからドイツまでのガスパイプラインはデンマークの領海ボーンホルム島近くに敷設企画しました。そのため2年前にガスパイプラインを敷設申請書をしましたが、それ以来デンマーク王国の反応はありませんでした。フィンランド、スウェーデン、ドイツは各国の領海を通るガスパイプラインの敷設を問題なく許可しましたが、デンマークはガスパイプラインの建設を遅らせるために最善を尽くしました。申請書に直接拒否することは難しいため、コペンハーゲンでは単に応答しないことを決定し、それによって建設が遅くなりました。そのため、ノードストリーム2 AG 社はデンマークに送付した申請書を取り下げることを決定しました。これから専門家はデンマークの領海を迂回するルートに集中するでしょう。いずれにせよ、ノースストリーム2の敷設が完成されます。ガスプロム社の主張アレクセイ・ミラー、そしてロシアのガス供給に非常に興味を持っているヨーロッパ諸国の代表は、これに疑いの余地はありません。